よよよー。まあ、片っぽつなげました。つなげたところが、どうやって説明したかなここからつなげて、ここつなげて、でここ脇のところ三角つなげて、つなげて、つなげて、でここで、ここから閉じる感じですね。ここから閉じる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 、でおしまい。で片方つながって、ここ腕脇と横ができました。でこっちで言うとこんな感じで並べて、ここからつなげて、つなげて、つなげてってやってて、でここ脇ってやって、脇じゃね、肩か、肩肩って言って、でここ脇でしょ、こことこの角とここがつ、ここが、ここがつながって、こっちとこっち、こっちがよいしょ、ここまででつながって、で反対側のそれのところができるという感じです。かわいい。おいしょ。ここをつなげて、肩のところ、ここまで来たらな。で、これを反対側もつなげるんですけど、ここかね。これチュ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 ってやって、チュ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 ってやって、こうね、こうして、こうして、こう。ここ脇。で、ここからまたこうつなげてったら、グヒヒヒ。袖をピンクで一回編んでみたんですけど、ピンクよりグレーの方がいいなと思ってグレーで編んでみて、やっぱグレーの方が可愛いんで、こっちのピンクの袖はやり直します。何の報告